1999年7月20日、江沢民が発動したファールンゴンに対する残酷な迫害から12年、中国大陸のファールンゴン修練者にとって、この12年は決して短い年月ではありません。強権の弾圧に直面し、彼らは絶望や苦痛、死の恐怖を乗り越えて、生死の狭間を生き抜いてきました。たとえ鉄棒で囲まれた刑務所に身を置いても、命を懸けて自分の信念を貫いています。本日はこれらの平凡な人たちの平凡でない物語を聞いてみましょう。河南省出身の金正宇さん。2008年から中国の収容所に入れられた母親の救出に奔走。フィンランド人の夫トミーさんと共に、フィンランドの政治家や人権組織、メディアなどに真相を伝え続け、母親の救出を望んでいます。金さんは20歳の時から母親代わりに9歳年下の妹を育ててきました。記得2000年鎮壓以後、几乎每个新年家中只有我和我妹妹。大年初一的时候，我和我妹妹吃方便面，吃着吃着都会哭起来，因为家里没有妈妈，家里空荡荡。妈妈不是在看守所，就是在劳教所；不是在拘留所，就是在洗脑班。金さんの母親は8年判決を受け、現在河南省新郷市女子刑務所に入れられています。20歳の妹も地元の610弁公室から逃れるため、タイに亡命しました。吉林省長春出身の蘭麗華さんも、若くして警察の理不尽な拘束や暴力に遭いました。2002年3月5日、長春テレビにファールンゴンの真相ビデオを流したことで、7ヶ月間拘束。心身ともに大きなダメージを受け、容貌まで変わり果てました。家里我就开始走。然后出去之后给我塞到一个警车里没有牌照。几个人同时给我暴打，那么当时的时候对我来讲，就是那件事情冲击特别大，因为我那个时候才23岁，我从来没有经历过说几个男的同时对一个女孩同时打，然后我心里头就是那种冲击下，我当时就抽了，整个人全浑身全部抽搐。同じく吉林省出身の漢方美容師某秀さん。蘭さん同様、国連によってフィンランドに安置されました。2010年、ジュネーブの国連人権会議で、刑務所で受けた薬物による迫害経歴を証言し、出席者の涙を誘いました。打的什么针我不知道。从那天打针的时候，肚子就开始肿胀，一天比一天大。不到一个星期的时候，我的肚子就像快生孩子了，就是比要就是临生产的那个肚子还要大，就已经成了。球了，透明的球。我就跟那些医生说，我说我练反攻的，我是被你们迫害成这样，被他们迫害成这样。我说我会只要我放回家，我会完完整整的、健健康康的来见你们。那个医生就是笑，就这样瞅我抿嘴儿，这么乐一下子，什么都没说。当时那个医生，有一个医生就说，你要是能活的，你就是奇迹了。我说我一定能活着。ボーさんによると、当時病院では多くの人がこのやり取りを見ていたそうです。その後、病気治療のため一時出所になり釈放。今のボーさんは完全に健康を取り戻し、医者の言った通り奇跡を作りました。中国共産党の12年にわたる残酷な迫害の中、このようなストーリーは数えきれないほどあります。共産党はあらゆる手段で、親善人への信念を放棄させ、虚言、暴力、闘争哲学を信仰する共産主義者に転向させようとしています。オーストラリア在住の蘇蘇さんは、かつて北京大学のエリートでしたが、4度の監禁後、やむなく故郷を離れました。一進去、首先听到的声音就是蹲下、然后马上就是电棍、噼啪噼啪的声音。你就是慢了一点、电棍马上就上你的身上。然后从第二天开始、每天、早晨一共就是说你连你洗脸刷牙上厕所一共就只给你两分钟的时间，然后就每天把你的生活安排的绷的那个紧张啊，然后16个小时，
要你一秒钟都不停地背劳教所的规则，让你搞得你都要崩溃了，然后让你一点就是说做人的这个尊严都没有，然后每天都只想着怎么样挣扎着不要自己疯掉。このような迫害は未だに続いています。7月15日アメリカワシントンでは2000本のキャンドルライトが灯され、迫害で亡くなったワールンゴン修練者への哀悼が行われました。この迫害がいつまで続くかは誰も答えられません。これら神前人への信念を貫く人たちは、ただ彼らのストーリーを伝え、正義と良知が受け継がれることだけを願っています。神道人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。